時代劇で有名な小石川養生所は幕末に射撃練習場になったって本当？小石川養生所といえば江戸中期享保年間に開設された病院です。赤ひげ先生診療団の舞台になり、テレビ時代劇大岡越前では大岡忠相の親友の榊原伊織が養生所の医師であることから頻繁に登場し、時代劇ファンの馴染みになりました。でもそんな小石川養生所、幕末には射撃練習場になっていたってご存知ですか？小石川養生所について解説。では最初に小石川養生所について解説します。江戸時代中期、江戸の人口は100万人を超えていましたが、この中には農村から江戸に来た人々が大勢含まれていました。こうして没落し生活困窮者になった都市化層民対策は、江戸の防火対策や風俗取り締まりと並んで幕府の重要政策であり、享保6年1721年、徳川吉宗は漢方医小川商船の施薬院を設置すべきという嘆願を取り上げ、翌年には4万坪の面積を持つ小石川薬園を設置。その小石川薬園の中で1000坪の面積を当てて、こけら吹きの長屋で薬膳所が2カ所設置され、小石川養生所としてスタートします。小石川養生所の定員は当初40名でしたが、次第に拡充し、享保11年1727年には250名を収容する施設になっていました。以後小石川養生所は安政6年までに32,282人もの病人や身寄りがない人を収容し、江戸市民最後のセーフティーネットになっていきます。縮小される小石川養生所、しかし小石川薬園はあくまで幕府の恩恵で運営されたものであり、困窮者に与えられた権利ではありません。したがって幕府の機嫌次第というか、時の政治情勢に経営が大きく左右されました。当初は4万坪の面積を誇った薬草園は時代が下るごとに減少し、幕末を迎える頃には半減します。その上、日米和親条約が締結されて1年後にあたる安政2年1855年には1万6000坪もの土地が伊予今治藩に下屋敷として貸しされ、小石川薬草園の面積は王子の4分の1まで減らされてしまったのです。ここまでは仕方がないといえば仕方がないですが、見逃すことができない問題が持ち上がりました。今治藩が老中に対し小石川下屋敷での鉄砲稽古を願い出たのです。養生所は嘆願するも力及ばず。時節柄幕府の奨励もあり、諸藩は江戸屋敷でも軍事訓練を活発にしていましたが、江戸中心部にある上屋敷や中屋敷では危ないので、もっぱら郊外の下屋敷を訓練場とするのが普通でした。しかしいかに郊外といえども、今治藩が許可を求めてきた場所は養生所のすぐ裏手だったのです。病人が養生している場所の裏手で鉄砲稽古となれば、射撃の騒音はおろか流れ弾が飛んでくる危険さえあります。養生所は町奉行に訴え出て、国難の折射撃制度の向上が必要なことは重々承知ですが、恐れながら近隣での射撃は入院患者に悪影響を及ぼすので、どうか今治藩に掛け合い鉄砲の稽古を中止してもらいたいと嘆願します。実は以前にも養生所の近くで鉄砲稽古を願い出たケースが2回あり、その時は養生所の訴えが勝ちましたが、今回は今治藩の根回しがあったのか、町奉行所が訴えを封じ込めてしまい、老中は今治藩に鉄砲稽古の許可を出してしまいました。当時の老中は安倍政広か堀田正義か分かりませんが、もう少し病人の安全のために何とかしてあげようという気はなかったのでしょうか。その後小石川養生所で鉄砲稽古による事故が起きたのか、それとも起きなかったのか、その点については記録がありません。しかし裏手で鉄砲音が鳴り響く中での療養は困難を極めたでしょう。その後の小石川養生所、小石川養生所は明治維新により一旦は廃止されますが、医学館の管轄に移り貧病院と改称して存続します。しかし新政府の漢方医廃止の方針により間もなく閉鎖されました。薬園と養生所の施設は1870年明治3年に文部省の管轄に移行され、1877年には東京帝国大学に払い下げを受けて、最終的には理学部に組み込まれます。紆余曲折はありましたが、小石川養生所は140年余りも江戸の最も貧しい人々のセーフティーネットの役割を担い続けたのです。日本史ライター川嘘の独り言。
小石川養生所は近隣の貧しい農民を飲み込んで人口を増大させ100万都市となった江戸の負の側面を請け負う重要な給品施設でした。しかし当時の人権は幕府の恩恵に左右される存在だったため生きる権利が考えられることはあまりなく、あろうことか病院の裏手が鉄砲の稽古場というブラックジョークのようなありさまになります。これは何も江戸時代だからで済む話ではなく、現代でも社会的弱者に対する予算は何かと理由をつけて削られる傾向にあります。社会的弱者は数が少なく政治家にとっては票にならないので無視されることが多くなるのです。小石川養生所の顛末を考えると理不尽な要求には声を上げ、絶えず社会的弱者の人権を守る努力をしないといけないことが痛感されますね。